ェルチェロパ、チェルピピパ、チェピラペポ？うんうん、だよね、オッケー。じゃあリズムを上げて、いくよみんな。チエルン単押しなのはわかるけど、後ろの地味な二人にも少しは歓声を送ってあげてね。チェルーン、どうですか、このチエル仕様のフェス用ウェア。え、そんなに似合ってます？ですよね、知ってます。先輩大変です。若者のチェル離れが深刻です。チェル語普及委員の一人としてどうお考えなんですか？先輩大変です。今ならなんとこの幸せになれるチェルが1万ルピでお手元に。どうです、チェルは肉眼では見えませんけど。クロエ先輩がチエルのフェス姿可愛いって言ってくれないんです。え、先輩の前では言ってた？やだ、直接言ってほしい。そういえば先輩もどっかの学校でスポーツ経験あるらしいですね。そうなんだ。ふーん、意外な一面。え、海辺で野球？何それ、冗談？お前結局何がしたいの？と問われたら、私は素敵なアルバムを作りたいんだ。俗に言う青春の1ページってやつをいっぱい集めてファイルして、めちゃめちゃ分厚いそのアルバムをいつでも開いて笑えるよう心の棚に置いときたいんだ。そうして例えばずっと先の未来、おばあちゃんになった私がそのアルバムを開いた時、もっとああしてればよかったなとか、若いうちにこうしとけばよかったなとか、そんな後悔がよぎることなく、と目を細められるような、そんなキラキラした思い出をたくさん作りたいと思ってるんだ。一回きりの人生、つまらないじゃつまらない。いつか可愛い孫たちに見送られて天国へ旅立つ瞬間、ベッドの上でつぶやく最後の言葉はもう決めてある。はあ、楽しかった。今日私は青春をした。青春と書いてアイドルと読むやつをやった。いつもステージで戦っているキラキラの歌姫と同じ目線に立って同じ景色を見たりしたんだ。たくさんの熱い視線や歓声を浴びて、ただ顔とスタイルがいいだけの超絶美少女はひととき歌って踊れる超絶アイドルちゃんに進化した。二人のバックコーラスを従えて臨んだぶっつけ本番の舞台は、アドリブ頼みの素人にしてはまあまあキラつけた方だと思う。クロエ先輩はどこで練習したのか華麗なスピンターンを決めてたし、ユニ先輩はそれを真似して腰をやって、結果みんなにすごくウケてた。そして私は、うん、私はまあ天才ですから、カルミナちゃんたちの見よう見まねだけどもそれなりに映えてたんじゃないかなって思う。本当はのぞみを前にしてちょっと緊張してたのだけど、ノリと勢いとハートの強さでチェルンと一発乗り切ってやった。そしたらみんなわーわー騒いでピョンピョン跳ねてた。控えめに言って大盛況。いい話だにゃーん。かん。またやりたいかって聞かれたら、ちょっと考えときますねって感じだけども。とりあえず今日のところは、胸を張って堂々言いたい。はぁ、楽しかった。チエルさん。チエルさん、なんですぼーっとして。他の生徒は撤収作業に精を出していますよ。ああ、マサヒル先生、ごきげんようです。ああ、いえ、ちょっと余韻にひたりこちゃんでした。さっきのライブ、すごい体験だったなって。なんかこう、人生とか生き方について考えさせられましたよね。アイドルか、生地大変な道って知ってる分、なろうとはみりも思わなかったけど、今日の反響を見る限り選択肢として立ち上がってきた感はありますね。そうですか、
その話は明日改めて進路相談室で伺うとしましょう。教師として現実に即した助言をして差し上げます。いやでも今頃きっと界隈がざわついてますよ。あのチェルっとした超絶美少女は何者なんだって。まいったな、とうとう気づかれてしまったか。まずいですね、行き過ぎたファンが押しかけてくるかもしれません。そこんとこバックコーラスのお二人はどうお考えなんです？あれ、先輩だけ？バックコーラス通称ユニ&クロエのお二人はどこ消えたんです？今ユニさんは当学の生徒代表として学会からお見えの先生方に応接しています。まあそこはともかく、彼女は我が校の誇る名誉博士、セントテレサ女学院で授かった学びを存分に披露していることでしょう。ユニ先輩、うちの授業ほとんど学んでない問題は置いとくとして大丈夫ですか？理系の先生につかかったりしてないですかね？博士が以前より要請していた工学の図書を学院が偶然にも明日購入することになりました。偶然ではあるのですが、彼女は任せたまえと胸を叩きましたよ。物で釣ったか。クロエさんには撤収作業の陣頭指揮を取ってもらっています。設営時の見事な手際は大会運営の評判が高いですからね。皆が困っていると伝えたら、しゃあないなぁと腰を上げましたよ。上で釣ったか。ジエルさん、あなたは何をしているのです？用がないのでしたら早く帰りなさいな。なあ、はい。あれ、帰っていいんです？撤収作業とか手伝わなくても？もちろん、手伝う意欲が終わりなら止めはしません。事実、他の生徒は皆率先してそうしています。そうなんですね。声楽祭の終わったグラウンドでは各種テントや装飾物の撤去作業が始まっていた。蝶々も余韻も残ってない。ただ淡々と慌ただしい祭りの後感。終わっちゃったんだなと改めて思った。きっと他の子たちもみんなそうなんだろう。わざわざ得意でもない肉体労働に手を挙げて、終わってしまった祭りの余熱を未練がましく引き伸ばしている。この貴重な青春の一日をみんなももう少しだけ続けたがってるんだ。そっか。え、じゃあ先輩、うちらどうします？帰ります？ですよね。ユニ&クロエのお二人を待ってみんなで一緒に帰りましょう。それじゃあどこか人手の足りないとこを適当に手伝いますか。え、なんすか先生。いいえ別に。ところで、あなた方はご存知だったかしら、かつての声楽祭には高野祭というものが付随していたのですよ。高野祭？へえ、どんなのです？閉会式が終わって父兄や来賓の皆さんもお帰りになった後、撤収作業で出た廃材を校庭に集めて焼却するのです。キャンプファイヤー的なやつ。やだ楽しそう。粛々と執り行われる格式高い行事です。そうですね、私たち教師が主の教えを説いたり、皆で学院参加を合唱したりしたものですよ。前言撤回。楽しいかどうかはちょっと議論の待たれるところですね。え、でそのイベントなんでなくなっちゃったんです？一言で言えば防犯上の理由です。数年前でしたかね、大事な娘を日の落ちる時間まで返さないとは何事だと一部の父兄から苦情が入ったのです。せちがら。めんどくさいモンペって当時からいたんですね。口を慎みなさい。親御さん方のおっしゃることはもっともです。ただ誤解を恐れず申せば遺憾ではありました。
名残惜しい思いを皆と分かち合う絵も言われぬ時間でしたからね。確かあなた方の言葉ではエモいというのでしたか。高野菜、私も嫌いではなかったのです。さて、無駄話が過ぎましたね。こんなところでエモ散らかしている場合ではありませんでした。ではごきげんよう。高野菜か。いや、今の先生の話聞いてて、チエルちょっと思ったんですけど、大事なお嬢様方の帰りが夜になっちゃうってことで叱られが発生したんですよね。それってつまり高野菜が夜じゃなきゃいいってことじゃないです？そうですね、決まりました。チエルこと燃え尽きたがり乙女が今独断で大決心しました。題して高野菜夜じゃないバージョンをやりましょう。そうです、高野菜です。学院がやらないなら勝手にやっちゃいます。祭りの幹事はチエルにお任せ。チェルーン。いやー、さすが先輩、きっとそう言ってくれると思ってました。そして言ったからにはチェルーマのように働いてもらいます。いやー、っていうか割と真面目にありがとうございます、助かりますなんて。楽しい思い出をいっぱい作りたいと思うんだ。青春っていう季節に遊び倒しておきたいと思ってるんだ。聖なる学者のお祭りはまだもうちょっとだけ続きたがっている。だったら私は、だったらチエルは、悔いの残らないようチェルっと行くんだ。コンコン、失礼します。テレジョのピカピカ1年生、世界の美少女チエルンです。仲良し部。あら、認知されてる。さすがは学園のアイドル、みんな大好き仲良し部ですね、チェルーン。なんですの一体。もう声楽祭は終わりましてよ。ですね、実は大会運営委員長のお姉様にチェル行ったご相談がありまして。嫌な予感しかいたしませんわ。そんな、いきなり無理ですわ、高野菜なんて。なんでです？なんでも何も、波乱の声楽祭がようやく幕を閉じてくれたと思ったら、最後になってついに悪魔の仲良し部が私のところまで。あれ？ねえ先輩、ひょっとしてうちらここでもあんまり歓迎されてないみたいです。そうですよ運営委員長、アイドル界期待の新星チエルン&バックコーラス2名による華麗なライブパフォーマンスをご覧になっておらんのか？いえ、まあステージ向かいのテントにいたもので、嫌でも目に入ってしまいましたけれど。やん、楽しんでもらえました？ええ、あのような体験は初めてだったもので、お恥ずかしい話、ついついみんなと一緒に拳を振り上げ、大人げない歓声の一つも上げさせていただきましたわ。ピンチョノリがいい。はあ、よかった。だったらチエルの計画にも乗ってくれますよね。まだまだチェルっと青春を続けたがりましょう。それとこれとは話が別です。チエルさん、もうお祭りは終わったのですよ。清らかにしてしとやかなセントテレサの日常に戻っているのです。高野菜ですって、今からなど到底無理な話ですわ。なんでなんで、なんか問題あります？問題しかありませんわ。まず突然すぎます。絶対的に時間が足りません。
いや、違うんです違うんです。もう開催すること自体は大確定しちゃってるんで、逆に時間内でできる規模にスケールダウンして小開催です。はあ、なるほど。ではなく、それでもまだ白紙の状態なのでしょ。今から企画して精査して実行へ移すだけでもあっという間に夜になってしまいますわ。あー、夜はまずいんですよね。保護者 NG 出てるんで。チエルが怒られるだけなら全然したこっちゃないんですけど、先生とかお嬢様方に迷惑かかっちゃうのはちょっと。そこで出たのがこの商品。はい、こちらドーン、高野菜夜じゃないバージョンです。それはもはや高中祭なのでは。五感。まあそういうわけなんで、チエルが言ってるのは昔の高野祭みたいなちゃんとした学校行事じゃなくて、ノリと勢いだけのシンプルなやつです。通称復刻ライト版。どうせいらない廃材燃やすんだったら、みんなで集まってそれ眺めながら適当に食べたり飲んだりキャッキャしちゃおうってノリです。オリジナル版には先生たちのありがたいスピーチとかあったらしいけど、尺の都合でその辺はカットです。くう、残念残念。まあそんな感じで、サクッと小1時間ぐらいの規模なら、父兄の方々ことうっせえ外野にもご理解いただけるというか、まあぶっちゃけバレないじゃないですか。親御さんたちだけの問題ではありませんわ。そのような無計画極まる追加プログラム、とても先生方や生徒会の承認がいただけるとは思えませんでしょうね。なんでその辺の人たちにはとりあえず内緒で、通称ゲリラ高野菜。それこそ無理ですわ。念のため申し上げておきますけれど、私どもは学内の序列に連なる生徒会の下部組織です。声楽祭にかかる市議は連絡、相談、報告を怠るわけにまいりません。めんどくさ。中間管理職って大変なんですね。そっか、わかりました。したらやっぱり今の話聞かなかったことにしてください。なしなし、リセットポチ。はい。いやだって委員長協力してくんないんでしょ。じゃあ仕方ないです。チエル一人で勝手に進めるんで、運営委員会は何も知らなかったって体でお願いします。いえ、そうではなく、あのチエルさん、今聞かされたあなたの企みを私が上に報告しないとでも。え、しちゃうんですか。ええ、しますよ。もちろん規則ですし。やだ、困る、困りみ。いえ、困りみが深いのはこちらですわよ。高野菜の強行などあってはならないことです。いけません、おやめなさい。でもな、多分楽しいですよ。っていうか絶対楽しいですよ。それはそうかもしれませんけど。でしょ、リンちゃんは絶対参加してくださいね。何をのんきな。まだお互いの立場が分かっておられないのですか。私とあなたは秩序を守る側と乱す側、いわば敵対関係なのですよ。そうですか。もうこんだけ話してんだから友達じゃないですか。友達。はい、秘密の共有は何よりも関係を深めるって言います。共犯者と書いて友達と読むんです。共犯者、はあ、なるほど。マリア会長があなた方を恐れている理由がよくわかりましたわ。え、なんて。仲良し部のチエルさんでしたか。噂にたがわずとんでもない方ですね、あなたは。よく言われがち。すべての廃材は一箇所に集めさせますわ。校庭の、そうですね、あのあたりに。あそこなら職員室や生徒会室からは死角になっているはずです。それらの焼却中、仮に一部の生徒が何を始めようと、私どもの関与するところではありません。あとはご随意に。委員長、ありがとう。感謝メガ盛りです。別にあなたの計画に協力するわけでは。十分です。後のことはチエルにお任せ。チェルー。
あ、でもバレちゃった時は友達として擁護してくださいね。しませんわよ。またまた。あ、それじゃあチエル急いで準備進めるんで、また高野菜で。本当にとんでもない方。よし、これで会場大確保。次はケータリングですかね。通称お菓子と飲み物。あ、ちょうどいいとこに使いっぱじゃなくて、ミーコさんたち大発見。あれ、仲良し部。さっきのライブ良かったぞ。やっぱあんたらはなんかやってくれると思ってたよ。ねえ、あれめっちゃ盛り上がって。あれ、チエル一人だけなの？ユニコとクロコは？ユニコ先輩とクロコ先輩は今戦後処理に追われ系のやつです。ていうか仲良し部地味に4人目いるんですけど、ご存知か？あ、ごめん、あまりに存在感薄くてうっかり見落としてたわ。ちょっと言い方おもんぱかりなよ。いや、いい意味でだよ。いい意味で存在が謙虚だから、すっかり背景に溶け込んでたんだよ。先輩どういうことですか？女子校で唯一の男子が背景に溶け込むって相当ですよ。男子、まあ男子か。全然男感ないよね。あ、いい意味でね。いい意味で存在が希薄だから。てかさ、今更なんだけど、あんたってもしかして前に私とどっかで会ったことある？いや、学校以外で。まあ、なんか覚えあるようなないような。まあ気のせいか。恋多き女で知られるミーコさんは、過去に一瞬だけラブい思いを寄せた行きずりの男の顔などとうに忘れておられるのです。通称女の恋は上書き保存。ねえチエル、今日マジでもう終わりなの？まだなんか面白いこと仕込んでたりしないの？そうだよ、おもんぱかりなよ。うちらテレフェスだるってサボり気味だったのに、あんたたちのライブのせいで今更かかっちゃってるんだからね。ですよね。さすが姉さん方、話がマッハ。そうじゃないかと思ってました。いや、実はですね、高野菜か。うーん、面白そうじゃん。あ、でもそんなの今からできんの？さあどうなんですかね。でもとりあえず思いついちゃったんで、やれるだけやってみようかなって。何その適当。チエルっぽいね。え、ほんとそういうとこ無敵だよねこの子。はい、ノリと勢いだけで突っ走れるのが若さの特権です。考える前にとりあえず動く。失敗したら下で、それもまた青春。どう転んでも結果青春。いいね、いいよチエル、そういうノリと勢いだけのやつ、うちら大好き。なんかさ、親に言われるままこんなお嬢様学校入っちゃったけど、チエルとか仲良し部のおかげで最近学校来るの楽しくなってきたよね。よし、やろう高野菜。チエル、うちら急いで買い出し行ってくる。本当ですか、パカリコさん。やった、やっぱり持つべきは使い勝手のいい先輩方ですね。おい、言い方はおもんぱかれよ。さて、これで会場と物資はひとまず OK。 あとは、うん、一番大事な参加者ですね。いざ高野菜が無事スタートってなっても、みんなもう帰っちゃいました、じゃお祭りにならないですもんね。というわけで、次は全校生徒に声をかけて回ります。放送部の覚醒魔道具とか借りれば手っ取り早いんですけど、先生とか生徒会にバレるとあれなんで、ここは足を使って地道に一人一人当たっていきましょう。とはいえ、撤収作業が終わったらみんな帰っちゃいます。あんまりゆっくりはしてられませんね。お、先輩が頼もしい。え、でも待って、乙女の園ルー学男子先輩が単独徘徊、
しかも裏若き女生徒を高野祭に誘って回る？それって軽く事案じゃないですかね。大丈夫ですか？なるほど。全校生徒にあまねくその信頼を轟かす仲良し部の絶対的センターチエルンの名前があれば。そうですかね。チエル、校内でそこそこ知名度高い自覚はありますけど、いい意味でも悪い意味でも的なところ若干あると思いますよ。そうですか？そうかな。本当にそう思います？癖強めで割と好みの分かれるキャラでやらせてもらってますけども。あ、告白。いや、いいんです、いいんです。告白の意味が分からなければそれでいいんです。バクもケーキ大好きぐらいの感覚で言ったんですよね。はい。そしたらとにかく今は先輩の信じるチエルを信じます。チエルの名前を出してもらって高野祭の参加者をじゃんじゃん集めてきてください。チエルはこのまま校舎の中を回るんで、先輩は校庭の方をお願いしますね。それじゃあ。はあ、びっくりした。突然何言い出すんだろう、あの人。ほんとああいうとこだよね、天然って怖。そうなんだ。好かれてるんだ、私。キム。くれる？やったー、イエーイ。じゃあそれ片付いたらグラウンドに集合ね。よしよし、今んとこ出席率 100%。 やっぱ普段はしゃなりしゃなりしてる子たちもまだまだ今日を続けたがってたんだね。分かりみですよ。それじゃあ次は、よし、あの子に声かけよっと。チェルー、撤収作業お疲れ子ちゃんです。ねえねえ、今ちょっといい？あら、チエルさん。ごきげんよう。先ほどはどうもですが。お、ステージで MC やってた進行ちゃん。厳粛な閉会式があんな大騒ぎになるなんて、仲良し部さんは本当に困りものですわね。せっかくの段取りがめちゃくちゃになってしまいましたわ。ライブは生ものだからね。予期せぬハプニングこそ醍醐味っていうか。まあ進行ちゃんも今後のいい勉強になってウィンウィンだよね。もう加害者の言うことではありませんわ。ですけど声楽祭が大盛況のまま終われたのは事実。良くも悪くもいい思い出になりましたわ。えへへ、ごめんちゃい。あの後大丈夫だった？うちら勝手にあんなことしちゃって怒られ発生しなかった？もちろんマリア会長からはお小言を頂戴しましたが、どう責任取ってくださいますの、チエルさん。ほんとね。じゃあ素敵なパーティーに大招待。なんとこの後実は生徒会に内緒で高野祭を開催ング。またそのようなことを。でもそれは面白そうですわね。その高野祭というのは清らか組の私たちでも参加できまして。清らかとか清らかないとかは関係ありません。すでに戦いは終わったのです。昨日のチェルは今日のチェル。武器を捨て平和のためにチェルチェルしましょう。ちょっと何をおっしゃってるのか分かりませんが、ええ、参加はさせていただきますわ。仲良し部さんのなさることならきっと楽しい時間ですものね。高野祭？面白そう。行く行く。じゃあクラスの子たちにも声かけとくね。はい、チェルの子一匹逃さず捕まえてきてください。あ、あとついでにもう一個ご相談なんですけど、そこにあるフルーツってひょっとして余り物だったりします？ああ、うん、売れ残っちゃって置いといても傷んじゃうし
この後みんなで手分けして食べちゃおうと思ってるけど。そんなそんな悪いですよ。そうですか。それじゃあお言葉に甘えて。いや、まだ私何も言ってないんだけど。わかったよ。じゃあチエルも1個持ってく。1個？え？ああ、2、3個いる？むしろ全部くれです。全部？なんで？いや、それがあればみんなで燃え盛る火を眺めるだけの怪しい記載がたちまち豪華な立食パーティーにグレードアップするじゃないですか。ああ、そういうことか。いいよ、わかった。じゃあグラウンドに運んどく。わはーい、ありがちでございます。で、あと他に大量の食品ロス問題を抱えてる売り上げしょぼこちゃんな模擬店ないですかね。うん、心当たりはいくつかあるけど、その言い方だけはやめてあげてね。うん、クレープおいしい。さてと、とりあえず校舎は全部回れたかな。あとは校庭の方だけど、先輩ちゃんとやってるかな。まあサボるような人ではないけど、っていうか手伝ってくれてマジ助かってるけど、っていうか普通にいい人。あ、先輩、珍しくほんのりドヤ顔ですね。ってことは、おお、さすがですね。まあ先輩がというよりはチエルの巧妙あっての賜物でしょうけど。ブハハハハ。え、ああ、ユニアンドクロエのお二人にも会ったんですね。高野菜のこと話したら何て言ってました？ふふん、陳腐なコメントですね。知ったような口を。まだまだチエルはそこが見えない系乙女だとも知らずに。ま、そんなことはさておき、先輩ご苦労様でした。えらいえらい、お疲れ子ちゃんです。ご褒美に超絶美少女の笑顔をあげますね、にっこり。いや見ろよ、なんで美少女の笑顔ガン無視で美少女が持ってるクレープの方に視線釘付けなんですか。何指くわえて物欲しげアピールしてるんですか。ちょ、ダメですよ、離れて離れて。これチエルがもらったんですから。そんな子犬みたいな目したってダメです。なあ、もう分かりましたよ、一口だけですからね。はい。あんたたち付き合ってんの？は？突然現れて何小頭部男子みたいなこと言ってんの、みゆこさん。だってそれデートでしょ。完全にできてる空気だったじゃん。え、どこがです？今クレープ巡って血で血を洗う大抗争勃発でしたけど。うん、付き合って3年目ぐらいの円熟した空気じゃん。チエル、恋愛とか興味ないんじゃなかったな。ないですよ、チェルノケほどもないですよ。冤罪もいいとこです、むしろ名誉毀損です。ああ、チエルもとうとう男付きか。なんか裏切られた気分と言って、でも相手がこれなら、うん、まあ特に嫉妬はないかな。は？受ける。ミイコさんマジで男見る目なくないっすか。この先輩中身の良さが表に出てないだけなんですけど。こわ。そんなリアルにイラッとしないでよ。ごめんごめん、冗談だって。あんたの反応試しただけだって。てかやっぱ付き合ってんじゃん。してません、全然イラッとしてません。そんなことよりミーコさん買い出し行ってくれたんじゃなかったんです？まあそうだった、忘れ物取りに来たんだ、急がなきゃ。じゃあね、お幸せに。いいんです、なんでもないですってば。ほらもう行きますよ、クレープ全部あげますから。あら、チエルさん、ごきげんよう。ルーセント学院の方も。二人はお付き合いなさってますの？みんなそういう話が好きだな。青春ってそれだけじゃないと思うんだ。そうだ、チエルさん。どうでしょう、
私どもの展示を覗かれていっては。展示って、ああ、お化け屋敷だっけ。いいの？撤収作業は？もろもろありまして、まだ始められませんの。せっかくですから、いかがですか？彼氏さんとお二人で。彼氏さんじゃないけど、先輩どうします？同じく。だってうちら仲良し部を守るぞの方に全身全霊全チエルで、アトラクション系の展示なんか見て回る余裕なかったですもんね。広く浅くが心情のチエルとしては、それだけが心残りでしたよ。では決まりですわね。こちらへどうぞ。あ、ちなみにチエル、この手のやつ結構強いタイプの美少女だよ。絶対キャーとかギャーとかは言わないと思うから、そこは最初に謝っとくね。張り合いのないお客でごめんちゃい。どうですかしら、私たちこのお化け屋敷にはちょっと自信がありますのよ。その余裕の表情がいつまで持つものか楽しみですわ。なんて言ってましたけど、どうなんでしょうね。うちの学校のメルヘンなお嬢さんたちがこしらえた恐怖って、多分闇川系のゆるキャラみたいな原色モンスター出てきて、ガオー食べちゃうぞみたいな、のどかで微笑ましい時間が流れるんじゃないですかね。踏み込んでしまいましたわね、チエルさん。私たち自慢のお化け屋敷、いいえ、怪奇悶絶絶叫地獄へ。おそらく私たち学生の作り上げるものなど子供だまし、のどかで微笑ましい時間が流れるとでも思っていらっしゃるのでしょうけれど、お気の毒に、このお化け屋敷の設計者は実は私たちではありません。界隈でも有名な一流ホラー職人の方ですのよ。なんでもハロウィンの時期に立ち寄ったとある町のお化け屋敷を丸パクリ、いいえ、インスパイアされて忠実に再現したものだそうですわ。さあチエルさん、身の毛もよだつ真なる恐怖に肝まで凍える苦悶の叫びをあげるがよろしいですわ。あれ、なんか造形とか書き込み思ったよりちゃんとしてますね。もっと手作り感丸出しなハリボテみたいなの想定してたんですけど、光とか音の使い方もやけに感じ出てますよね。こう無駄に不安を煽られるというか、いつ何がどこから出てくるかわかんない絶妙な空間演出。何今の、怖っ。え、嘘、待って、思ったより全然本格的。そうなの？聞いてないけど、これってそんなガチ系の。そうだった、すっかり忘れてた。ここって清らかの展示だから、本当は作ったのあの子たちじゃなくて通称プロの犯行、つまり二重の意味でゴーストの館ですよ。いや、待って、ちょっと待って、お願い、一旦ストップ。なし、これもうなしです。正直舐めてました、心の準備してなく。なんだろう、今の感じ、なんていうか、なんかだ。あんまり唐突に変なこと言わないでほしい。びっくりしてベタなセリフにツッコミも入れられなかった。
ミーコさんが変なこと言うからだ。うっかり真顔ではいとか言ってしまった。謎にお礼まで言ってしまった。これはきっと吊り橋効果ってやつだ。こんな時にあんなことを言われたらさすがの私もちょっとキュンが来てしまう。ずるい、これは違う。こんなのは脳幹だ。でも今私はこの人にぴったりくっついちゃってて、だけど全然嫌な感じはしなくて、もしかしてこれがみんなの言う青春の。うわジエル、食品関係だいたい運び込み終わったよ。はーい、ありがとうございます。いやー、みんなのおかげで思ったよりちゃんとした高野菜になりそうですね。さてさて、ユニアンドクロエのお二人がまだですけど、せっかく集まってくれたみんなを待たせるのもあれですよね。とりあえず先に始めてまし、ちょっと先輩やめてください。何ですかこの光。あれあれ、待て待て、どんどん大きくなってる。あ、なんかこれ微妙に覚えがあるようなないような。先輩遅い。いや遅くないです。てか遅すぎですよね。そういう問題じゃないですよ。チエルはもう30分も待ってるんです。貴重な JK の日曜日なんだと思ってるんです。え、何ですか？反論ですか？勝手に30分早く来たこっちが悪いって言いたいんですか？しょうがないじゃないですか、早く起きちゃったんだから。なんでって、それは別に理由なんかないですよ。なんか知んないけど勝手に目が覚めちゃっただけですよ。あ、あーそうですね、まあ何でもいいんですけど。じゃあ映画でも行きます？はい、そうですよ。用事って暇つぶしです。え、なんか問題あります？だって昨日電話したら先輩も暇だって言ってましたよね。むしろチエルがそちらの暇つぶしに付き合ってあげるわけですから、感謝してもらって大丈夫ですよ。何おごってくれます？いや嘘です、いいです。お財布はしまってください。チエルの暇つぶしに付き合ってくれて感謝してます。本当ありがとうございます。で、映画何見ます？今ちょうどパラパラめくってたんだけど、今月割と良さげなラインナップなんですよね。ああ、これ来る途中で買った雑誌です。のぞみ先輩推しの子が載ってて。え、ちなみにいくら時代に取り残されてる先輩でもさすがにのぞみは知ってますよね。スーパーアイドル桜井のぞみちゃん。はははは、ああ愛想笑いが乾いちゃった。いるんですね、未だにそういう化石みたいな冗談言っちゃう人。先輩そういうとこですよ。まあでも安心しました。さすがにのぞみ先輩、のぞみんのことぐらいは知ってるみたいですね。は、何ですかそれ。この風間チエルにのぞみん愛でマウント取るつもりですか？ふう、どうやら分からせの必要があるみたいですね。いいですよ、チェルズラ書かせてあげます。あー、いやー、でもどうしよっかな。あんまりよその人に見せるのもな。これ SNS の掲載許可はもらってるけど、結局もったいなくてアップしなかったやつだからな。うーん、どうしよっかな。え、見たいです？どうしても見たいです？見たげな顔してますね。もうしょうがないな。はい、じゃーん、青春です。うちの学校の文化祭の時撮った青春の1ページです。チールが墓場まで持っていきたい写真ランキング第1位ですね。でしょうね、
言わずと知れたスーパーアイドル桜井のぞみちゃんです。まいったかでしょうね。それは超絶美少女の風間千恵留ちゃんです。いや、いいんですよそういうボケは。冗談置いといて、それ結構いい写真だと思いません？いや、のぞみんの可愛さはもちろんなんですけど、そうじゃなくても青春のキラキラしてるとこをうまく引っこ抜けたなと思って。でしょ実は誰かに見てほしくて仕方なかったんですこれ。でも信用できない人には見せたくないなってのもあって、チエル的にはそれ、ただちょけった若者たちがアイドル囲んでウェイウェイしてるだけの一枚じゃないんですよね。そうですね。なんか文化祭って人によってはこうあるじゃないですか。そんなに張り切っちゃうの？意識高みたいな。そんなの適当でいいじゃんとか、やりたい子たちだけでやってなよみたいな。それで言うと、チエルはずっとやりたい子になりたかったんです。だって高校の文化祭って人生でたった3回しかないんですよね。全力でフェスんなきゃもったいなくないです？っていうわけで、チエルはのぞみ先輩、のぞみんのライブを開くことにしたんです。まず有志としてステージ申請出して、そこからはもう素人ながらバリバリのバリですよ。企画書みたいの作って、のぞみんの事務所に掛け合って、マネージャーのお姉さんが優しくていろいろ教えてもらったり、あと照明とか音響、学校の設備が正直しょぼいんですよ。だからバイトしてもっといい機材をリースしたり、ライブハウスのお姉さんと仲良くなって話聞いたり、そんな感じで一人でバタバタやってたら、そのうちミーコさんとか他のクラスの子たちも手伝ってくれて、前日なんか学校に許可取って泊まり込みとかしたんですよ。まあ泊まり込みって言ってもほとんど寝る時間なかったんですけど、でもやべえ朝だとか言いながらみんなで食べたカップラーメン、あれめちゃめちゃ美味しかったな。いや嘘ですね、多分記憶が美化されちゃってますね。実際そんなエモめの空気じゃなかった気がします。実際はもうみんな時間ないのと寝てないのとでテンパってたから、無駄に怒鳴り合いの喧嘩とかしてましたね。学年とか関係なく最後までマイペースだったの隣のクラスの真帆ちゃんだけでした。でもライブの本番始まって、お客さんドカーンって盛り上がって、チエル、のぞみ見たいからライブの企画したのに、なんか照明のこういうこんな機械と格闘してて全然見る暇なかったんですよ。気がついたら終わってました。でものぞみんがはけて幕が降りた瞬間、みんなでグッて無言のガッツポーズしましたね。でライブ終わった後、のぞみんとこパーって走ってって、1枚だけでいいから一緒に記念写真撮らせてってずうずうしくお願いしちゃったんですよ、みーこさんたちが。いやもちろんチエルは止めましたよ。やめましょうよって言いましたよ。そんなね、スーパーアイドル相手に厚かましい。でもそしたらですよ、なんとのぞみん普通に「名前でもいいよ」って言ってくれて、もうみんなでちょけってウェイウェイってぶち上がり。この写真はそういう一枚なわけです。通称青春の1ページ。いいでしょ、キラキラしてません？チェルーン、お疲れ子ちゃんです。今あんたが見たチェルはチェルみたいなものよ。起きたらチェルっと忘れてるから、チェラルレポパピ、チェルポパパ。ああいいわね、チエルはいつも全力でキラキラしてて、あのみずみずしいところ私も見習いたいわ。青春っていう季節がいかに短く貴重なものか、人生設計しっかりしてるあの子はそれがよーくわかってるのよね。だからその限られた時間を悔いの残らないよう全力で思いっきり楽しんでる、その時ほとばしるものがあのチェルーンなんじゃないかしら。今はあんたも大変な状況だけど、ううん、だからこそチエルみたいに全力で青春していっぱいチェルを貯めればいいと思うわ。じゃあね、チェルーン。
チエルいた。こんなとこで居眠りしてる。マオちゃんやめて。カラリンパはもうやめて。どんな夢見てんのこの子。ほらチエル起きな。高野菜あんでしょ。もうみんな待ってるよ。嘘、私寝ちゃってた。なあ先輩も、ほら起きてください。そしてユニ&クロエのお二人を呼んできてください。お願いします。こっちはチエルが始めときますので。はーい、それじゃあ皆さんお待たせしました。ただいまより高野菜夜じゃないバージョンを始めます。要するに、ただの食べたり飲んだり騒いだりです。形なんて何でもいいんです。みんなでダラダラと声楽祭を引き伸ばしましょう。ではこの言葉を持って乾杯に変えさせていただきます。よろしいですか。全員でご唱和お願いいたしますよ。せーの、チェルーン。思い出は作り続けたいと思うんだ。青春のキラキラをいっぱい閉じた眩しいぐらいのアルバムを作りたいと思うんだ。だから私は今日も全力で駆け抜ける。大事なのはノリと勢いとチェルーンなんだ。チェルーンが何なのかは些細な問題です。各自どうぞ存分に考えてください。ご清聴ありがとうございました。チェルーン。チェラリルチェチェラチェチェルパポピチェピルパチェロパチェルリレロ。さあご一緒に。さん、はい。先輩大変です。テレフェスには模擬店もいっぱい出てます。早くおごってください。ちょっと何ポケットしてるんですか。行きますよ。ほら早く早く。今回の仲良し部、突如として現れた正義の軍団学院生徒会。困惑する一同に突きつけられた無慈悲な裁定とは。は、廃部？私たちこれからどうなっちゃうの？って感じですかね。噂のピンクの子、世界の美少女チエルンです。ところで、なんで先輩だけ体操着じゃないんです。せっかくのフェスなんですから着替えるべきですって。ほら脱いで、
いいからね。あ、意外といい体。先輩、パーカーだけでもチエルの貸しましょうか？別にいいですよ。先輩なら匂いとか嗅がなそうだし。は？臭くないですよ。そういうことじゃないです。チエルは誰にでもチェルーンって行くんです。もう初対面から自分をそのまま出し切っちゃって、それで仲良くなれるか判断してもらう方が早いかなって。それで惹かれちゃったらまあそれはそれだし、でももし面白いやつだなとか思ってもらえたら、その人とは相性がいいってことになるじゃないですか。ところでちょっと思い出したんですけど、前に先輩、チエルのこと面白いって言ってましたよね。ふふーん、末永く仲良くしてあげてもいいですよ。先輩、なんでのぞみんと知り合いなの隠してたんです？でも勘違いしない方がいいですよ。先輩レベルの庶民は顔がいいだけの一般美少女が関の山なんですからね。高野菜夜じゃないバージョン大開催なんて言ったものの、先輩が手伝ってくれて正直助かりました。一応感謝してるんですよ。態度には出しませんけどね。あのお化け屋敷、ちょっと本格志向が過ぎましたね。あんなに取り乱したのはチエル一生の不覚です。だからあれは脳幹です。ただの吊り橋理論です。いやー、テレフェス終わっちゃいましたね。解散危機とか魔物騒動とかありましたけども、まあ終わってみれば全部込みで、あー楽しかった。このバタバタした記憶は貴重な青春の1ページとして心のアルバムにしっかりファイルしておきます。思い出コレクションがチエルのライフワークですから。でも今はこのお祭りみたいな毎日を前へ前へと大爆心。さあ先輩、とにかくパーティーを続けましょう。世界の果てまでついてきてくださいね、チェルーン。チェルを貯めますよ。
到達しました。近頃噂のピンクの子、世界の美少女チエルンです。フェスといえば青春の醍醐味です。さあ、じゃんじゃか遊び尽くしますよ。ふむふむ、ちゃんと読まないとクロエ先輩みたいになっちゃう。奨学金の道は遠いな。メルクリちゃんたちがお金くれればいいのに。ふむふむ、ちゃんと読まないとクロエ先輩みたいになっちゃう。眠たくない。メイメイ好きなワードで当たってく。教科書じゃ書いてないっしょ。一緒なら天下無双。今日もマジなアフタースクール。この火を使って聖火リレーしましょう。先輩、一本抜いて。葵ちゃん元気かな。チエルに会いたくて泣いてるんだろうな。ユニ先輩に似合いそう。いや、クロエ先輩かな。チエルは当然すぎて。祭り祭り、フェスティバルでフェスティバル。チエル、チエル、チェル、チェルトリコン、デュクス、ワッショイワッショイ、チエル、チエル、フレッフレッチエル、チェルッとチェルってチェル盛り、ハピ散らかします。チェルチェルカーニバル、死ねです。チェルトリコン、チエルファイナルフェスタ、チエル、チエル、フレッフレッチエル、チェルッとチェルってチェル盛り、ハピ散らかします。チェルチェルカーニバル、チェル、チェルッと行こう。フレッフレッチエル、チェルッとチェルってチェル盛り、ハピ散らかします。チェルチェルカーニバル。わりかし気ままな世界の美少女。チエル行くぞ。まあやるならやるけど。やればできるぞ。ぶちかましでーす。チェル、キャットアチェル。邪魔。チェルン、デュクス。先輩もチェルってますね。チエル、チエル、チエル出過ぎ、秒で黙らす。夜中の夜明け。先輩いいねです。キモい。チェル、クロエ先輩邪魔です。チルル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 ル、チェルーン、ハピチェルタイム。チエルの割には、クロエ先輩邪魔です。チェルッとチェルってチェル盛り、ハピ散らかします。チェルチェルカーニバル。チエルの割には
先輩、いよいよです。始めます。締めです。キャットアチェルルーン、チェラナイチェリマスチェルロサキチェルル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 ルチェルーン、ハピチェルタイム。チェルの割にはチェル、うざい。フレッフレッチェルン、チェルっとチェルってチェル盛り、ハピチェラ化します。チェルチェルカーニバル。チェルの割にはいいけど、それ初音のパクリじゃん。ユニちゃんズ出陣、楽しんじゃいましょう。ユニ先輩、やればできる子、学びあれば憂いなし。学びチェルン、ユニ先輩どいて、チェルル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 、ハピチェルタイム。いいぞチエルくん、学びを、もっと学びを、文系の力キモい。気づき、行くぞチエルくん、物の哀れを知りたまえ。先輩めちゃすこ、文系の力チェルン、いませんか。文系の力キモい。チェラナイチェリマスチェルロサキチェルル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 ルチェルーン、ハピチェルタイム。いいぞチェック悟り。行くぞチエルくん、物の哀れを知りたまえ。みんなで一緒にチェルーン。こうかね、チエルくん。ユニーン。パイセン行くよ。楽しんじゃいましょう、ユニ先輩。文系の力。ぶちかましです。キモい。学び。我に続けチエルくん、始めます。学びあれば憂いなし。どいてくんない。パイセン寝てて、秒で黙らす。夜中の夜明け。いいぞクロエくん、ボスの人いませんか。文系の力、行くぞチエルくん、物の哀れを知りたまえ。先輩めちゃすこ、ぶちかましです。チェルン、クロエ先輩邪魔です。チェルル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 チェルーン、ハピチェルタイム。チエルの割にはチエル出過ぎ、秒で黙らす。夜中の夜明け。先輩いいねです。負ける気がしない。いいけど、先輩いつまでバグってんの。